こりゃあ。これか。どうしたんだ？やばい、鍵を落としたかも。んだよ、どこに？とりあえず探しに行くか。なあ、交番に行く？落とし物で届いてるかも。鍵を落としたってのは嘘だ。え？タバコの匂いがしたんだよ。だが俺が吸ってる銘柄とは違う。は？タバコなんて全部同じ味じゃん、匂いだって。てめえ、タバコ吸ってんのか？いや、その、今その話しなくていいじゃん。で、あんたの吸ってる銘柄と違うと何なんだよ。ああ、多分誰かが孵化してた。つい今しがたまで。つまり中に誰かいる可能性がある。鍵閉めといたにもかかわらずな。まさかあの悪徳探偵の連中か？とりあえずドローン使って偵察してみるか。
ライトの野郎、遅いっすね。さっき扉の前で鍵落としたとか言ってましたけど。まあすぐ戻ってくるだろう。落とした鍵見つかんねえかもしれないな。おい、一応鍵開けといてやれ。へい。危なかったな。どうする？コソ泥が入ってたらやることは一つ。あ、もしもし警察でしょうか。ちょっとうちに強盗が入ってるようで、しかも拳銃で武装してて。修理代請求するからな。これで連中もしばらくはおとなしくなるだろう。純、手がかりだ。掃除のおばちゃんが教えてくれたぞ。何か分かったのか？ああ、1年半前にミキコを探していた男は医者だと名乗ってたそうだ。電話番号も教えてくれた。固定電話みたいだし、電話番号をネットで検索すれば。おう、ホームページが引っかかった。千葉の随分田舎の診療所みたいだ。ここに行けば母ちゃんの行方がかもな。ああ、早速行ってみようぜ。ああ、例の貞本美希子のことを探ってたガキと探偵、どうする？おい、バレへんようにな。了解。